久しぶりのネイル動画なんだけど今日は別のこのソリッドジェルを使ってネイルやりましょうで動画は作ってないんだけどこの話は前の動画でやったので言ったのでここをクリックねでインスタグラムではスワッチあ何色がどんな色なのかとかは見せた一応こんな感じで数字つけて で、これが、この中に入ってる色、全部。これ、やりたいなと思って。でも、混ぜれるのね。で、サーラ i って何塊 <laughs> っていうのかなで、こんな感じ。なんか、逆さにしても、あこぼれない。から、ちょっと、便利。いや。 で、重ね塗りもできるし好きな色たちを混ぜたりとかもできるからあ白とかあればあいろんな色を薄くしたりとか好きな色に混ぜれるのでそのちょっと混ぜてみたいなとかと思ったりしちゃったりしってるんだけどでも白がない <laughs> 迷うでこういうのついてくるのか買うのかわからないけど これ、なんかインスタグラムで見たらどうやって使うか、なんか硬くて使いづらいとかってコメントがあったみたいなんだけど、その人たちのインスタグラムで、ベッィのインスタグラムで、なんかこれの使い方あー、こうやって柔らかくして、で、ベースコートで、こうやって濡らしてから拭いてからこれに使うっていう感じで、へーへーと思ってで、そんな感じでやってみた。今ちょっっと固まってるから アセトンでやろうかなちょっとアセトンかアルコールアルコールだったっけで拭いてからーベースコートかトップコートで濡らしてで拭いてで,、ま、でこれで使う OK <ー>じゃあやりますかはいどうもじゃあえっとまずスワッチをやりましょうこの色は32番ですこれは 薄い透明感がある感じの薄ピンクあ落ち着いたピンクヌードっぽいピンクで多分フレンチネイルとかにのベースとかにやるとあ綺麗と思う1コートだけだったら薄い感じですでこれが2コート目2コートやるともうちょっと濃くなる感じあこの色はもし透明な感じで つけたくなかったら3コートやるとあもうちょっと濃くなって綺麗な色になると思います。これが2コートです。でこれが3コート目。はい。で塗ってる時にあ思ったのがこのフォーミュラー,あーなんかスムーズになる。なんかムラがある感じとかじゃなくて綺麗になんかすってスムーズな感じになる。でところどころでなんか 毛みたたいのが見えたらごめんねなぜかというとコットンでいちいち拭かなきゃいけないから違う色にディップするとき混ぜないようにでコットンのその毛みたいなやつ <laughs> がちょっとくっついたりとかするときがあるから、うん、それ見えたら気にしないでねで、うん、コットンとかじゃなくてこなんかナプキンペーパータオルっていうのナプキンじゃないよね 日本語わからない <laughs> あ。ペーパータオルペーパータオルで拭くとあそういう毛みたいなやつがなくていいと思うあこの色は春とか夏にいい色と思ったんだけどコーラルみたいななんかオレンジみたいオレンジじゃないピンクオレンジちょっと入ったピンクって感じ ?Yes で発色よくてなんだけどあーニコート やるとこんな感じでこれが3回目3回目やるとなんかあんま変わらない感じなんだけどあ2コートやったかな覚えてない <laughs> で1コートずつの間あ UV ライトでやらないとダメですでもちろんベースコートトップコートもやってくださいでこの色は薄紫ライラックって感じの薄紫なんだけどあ1コートでも十分だけどまあ2コート目やるともうちょっと 濃い感じの色になりますでその違いがこんな感じねなんか結構違う1コートだけと2コートこの色はねあ2コートもやると結構濃くなるはーいであーこれはこの爪のサンプルみたいなやつ はアマゾンから買ったもし気になる人いたら Amazon で売ってた。Okay. この色はちょっと説明しづらいんだけど、まあ、見,てねと見てのと通りなんかなんだろうグレーっぽい青みたいなちょっと紫が入った感じみたいな色で発色がすごくいいこれは1コートで十分。 いや私あんまり使わなさそうな色だけど見た時はなんかあ綺麗だなって感じで選んだんだけど1コートですごく十分な色であこの色薄青なんだけど動画撮れてなかったの1コート目やった時なんだけどとりあえず1コートはこんな感じ薄青で2コートやるともうちょっと濃いめになる結構全部発色良くて 1>, 1から2コートで十分。Uh, 一番最初の色、透明っぽい色は、まあ、自分の好みで1コートでも2コートでも3コートでもできるので。Um, yes. OK 赤。赤もちろん赤選ばなきゃ。私赤大好きだから。で、この赤すっごく綺麗私が好きな系の赤。Uh, オレンジ系の赤も夏とかには好きだけど、夏とか春。でも青っぽい。 赤が一番好きなのでこれがそんな感じ青っぽい赤であすごく発色よくて1コートで十分なんだけどあ動画のためにとりあえず2コートやってみようと思ってやったんだけどあんまり変わりがなかった <laughs> あまあ爪に塗る時に大体2コートとかやった方がいいんだけどあそしたらさらっとした感じになって いいと思うけどでもこれほら2コートあんまり変わんないでしょ Yes。なんかさ違う色とかだったら2コート目やると濃くなるとかそういうのあるんだけどこれはそういうなんか1コートで十分 OK この色はねこれも説明しづらい色なんだけどなんかなんだろう茶色が入った赤,赤っぽい茶色 サ,サビサビっていうとなんかあんまいいイメージじゃないかもしれないんだけどなんていうのブレックなんだろうねうーんまあそのまま見れば見,見ての通り茶色が入った赤 <laughs> みたいな色それか赤がちょっと入った茶色いやでもこれも発色がすごくよくて1コートで十分なんだけど動画のためにあ2コートやって でまぁ、あ、ちょっと濃くなったって感じ。はい。でこのフォーミュラ本当になんかスムーズになる感じでムラがない感じだからすごく好き。あーん、イエス、これはネイビー。濃い青。ネイビー。なんだけど、他の色みたいに超発色いってわけじゃない。ちょっと薄、思ったよりも薄めって感じ。 あー入れ物に入ってる時はなんかすごい黒みたいな感じのぐらい濃いから塗った時に多分発色いいのかなとかと思ったけど、まあ、こんな感じね日個とあった方がいいと思う結構濃さが違うはいこれはネイビーきれいな色ですで次は多分黒かなあーはいこれも黒 発色いいのかなとかって思って選んだんだけど黒って結構難しくないなんか2コートじゃないとダメっていう黒がいつも多いんだけどなんか1コートで十分っていう黒にあ出会ったことない気がするあったっけ覚えてない <laughs> でも黒って難しい気がする色はねあーはい1コートはこんな感じちょっと薄めな薄くはない何だろう透明っぽい こんな感じねで、2コとやるともうちょっと発色が良くなる。まあ、ニコートで十分っていう感じの色です。で、次次はなんかラメっぽい色も選ぼうかなと思ってで、いろんなラメが入ってる色はあるんだけど、私はこれを選んだの。ちょっとマーメイドっぽいさこういうなんだろう綺麗じゃん でもあんまり好きじゃない質はあんまり好きじゃなかったのこれなぜかというとラメがすごくチャンキーなんか太い何だろうでかいのかなで塗った時にザラザラするのあー上の方なんか綺麗に吸って他の色みたいにでこぼこがない感じじゃなくてでこぼこがすごくあってまあラメのせいだからしょうがないんだけどでもなんかまあ カメラでも見て動画でも見てわかるんだと思うんだけどすごいデコボコしててあんまり好きじゃなかったね色は綺麗なんだけどでも質があんまり好きじゃなかったのこの色はねこのラメが入ってるやつでトップコートやると大丈夫かなとかと思ってトップコート後から塗ったんだけどまだなんかちょっとデコボコしてる感じはわかるなんか触れるのでラメがちょっと立ってたりとかするとそれが 出っ張っ張てる感じでファイルでやらないとダメと思う。Yes. で黒をベースにしてそのラメを使うとすごく綺麗な色なんかマーメイドみたいななん,なんつうんだろうこの色あーレインボーみたいなさちょっと緑っぽいいろんな色が入った感じのラメで綺麗で明かりに当たると違う色になったりとかするして綺麗なんだけどただデコボコしてる感じが好きじゃない。 OK! で、このサラッド固まってるジェル。で、あと何ができるかというと、もちろんいろんなデザインとかできるけど、私デザインとか下手なのであ、こんな感じでやるじゃん。グラデーションができるの。なんか簡単にグラデーションができて、オフって感じ。はいあ。薄青と薄紫。で、ちょっとグラデーションやってみたら、なんかすごく簡単にグラデーションができて、 綺麗でしょ yes. それであ綺れだなと思った。で、その隣のオレンジっぽいピンクっぽいやつは違う色たちを混ぜたの。なんか好きな色こうやってなあアルミフォイルとか何でも入れて混ぜたりとかできるんだけどもちろん普通のジェルマニキュアでもそういうのできるけどあこれもやりやすいよって感じで動画で見せたかったの。なんか好きな色を混ぜて自分のスペシャルな色を 作れてでそれてそで塗ったりとかねで塗ってる時に思ったのがこのブラシは私は好き使,使いやすいあーカーブしてるからでこのマニッキーはんかドバッてキューティクルにこぼれ落ちたりとかする心配はない固まってる感じだからなんかキューティクルにすごい多めに取っちゃった時になんかドバッて落ちてそれで固まるって感じじゃないからすごく好き。 はい、じゃあ今日の動画はここで終わりにしまーす。以上、えっと、サラドジェルネイルのスワッチたちでしたあー。遅くなってごめんね。リクエストしてくれた人。ありがとね。じゃあリンクとか全部、クーポンコードもあると思うので、あリンク下の方に載せておくね。Thank you. Bye.